おはようございます。僕は今北海道の奥尻空港に来ております。先ほど函館から飛行機で奥尻島に到着しまして、ここからは奥尻島に滞在します。それでね、奥尻島に何があるのかっていうところを、観光しながら見ていこうと思うんですが、奥尻島にはバスもあるんですけれども本数が少ないので、基本的にはね車を借りることになりまして、今そのレンタカー屋さんの車に乗ってレンタカー屋さんまで向かっているところです。というわけでレンタカー借りれましたんで、今からですねぐるっと奥尻一周して観光していこうと思います。いやでも奥尻車少なくていいわ、運転しやすいっすよ。でもね、中央線もないんでそれがちょっとやばいっすけどね。道はね、細い道はいっぱいあるんですけど、でかい道は一本ツーンとね一周してるので、基本的にそこ通っとけば観光地には行けるって感じです。これはホヤイシという奇岩ですね。この辺はね奇岩が多いらしいですよ。奥の方にもいろいろ岩があるんですけれども、すごいな奥尻、これほんまに日本かっていうぐらいすごい自然が広がってますけれども、ここはね奥尻の中でも中心地の反対側になるんで、人が少なくても仕方ないかっていう感じではあります。それにしても綺麗だな、海も景色も最高ですね。ここはね玉島山展望台なんですけど、誰もおらん。すごいな、これはすごい。ちょっと奥尻ね、想像していたよりでかくてね、めちゃめちゃ広くて、ちょっと思ったより移動に時間がかかってて、あれは北海道の本島になるのかな、多分そうでしょう。ここは西の河原公園というところなんですが、ここにも慰霊碑が建っているようにですね、1993年の北海道南西沖地震、それによって被害に遭われた方々の慰霊碑がたくさん建っています。おそらくその前からもここはそういった霊場という感じで存在していたとは思うんですが、この静かな場所で奥尻の人たちはずっと祈りを捧げていたということなのでしょう。こちらが宮津弁天宮という、神社ですね。あそこにね入り口があって、今この高さなんで一回学校まで降りてですねまた登るという感じになっています。時間がちょっとありませんのであっちまで行きはしないんですけれども、奥尻にもねセイコーマートがありましたんで、ちょっと今日の晩ご飯とか明日のものとか買いに行こうと思います。こちらは奥尻津波記念館の横にあります時空礁というモニュメントですね。この地震記念館は言うまでもなく、先ほども言ったように北海道南西沖地震の慰霊のために作られたというものになります。そしてこれが時空礁、こういうふうにモニュメントがあることでね、島外から来た人にも、地震があったということ、その事実とか様々教えてくれるわけです。奥尻島津波館、ちょっと行ってみましょう。入場料は大人520円。言えばですね、説明付きで付き添ってくれるようですよ。
そういうわけでレンタカーをねガソリン満タンにして返した後は民宿に行くんですけれども、こっからはバスに乗ってね行きます。バスはそんなに本数があるわけではないんですが、今日の最終便こっち方面はね、よしというわけで着きました。ゲストハウス今ここです。こちらに一泊、明日もねいろいろちょっとアクティビティを体験する予定なんで、こんな感じの8畳一間一人部屋用意していただきました。こっちはあれか山で、あの僕がオーシャンビューとかは指定してないんでいいんですけど、島唯一の温泉に行きます。カムイワキ温泉、めちゃくちゃ暑いらしいですけど、素晴らしい朝ですよ。波音だけが響いています。あとは鳥のさえずり。朝食の後はですねカヤックの体験をすることになっています。まあ、申し込めば体験できるんですけれども、今回僕はあの水着とか何も持って行ってないので、このウェットスーツとマリンブーツですね貸し出ししてもらいました。もちろんあの追加料金はかかります。カヤックはね一回やったことあったかなどうかなって感じなんですけれども、まあ、ほぼ初心者ですね。それでも丁寧に教えていただいて、まあ、すぐに漕ぐことができましたね。意外とね暑くてね紫外線が痛かったですけれども、まあ、それでもこんな感じで結構楽しくできますよ。奥尻の景色も、ね、綺麗ですし、海も青くてとても気持ちいいです。まあ、まだこれ湾の中ですね、あの防波堤よりも内側ですけれども、それでもこれだけの青さですからすごいですよ。そこが見えるぐらい透き通っています。カヤックとかサップ以外にも、ね、普通に海水浴をする人もちらほらいましたね。そして最後はせっかくなんで海に飛び込んでカヤック体験させていただくこととなりました。非常に気持ちよかったですね。今度はサップにも挑戦してみたいなと思います。そしてここからなんですけれども、奥尻の他のところをご紹介していきます。ここは奥尻湖のフェリーターミナル、その上にあるねイタリアンレストランのパスタがめちゃくちゃ美味しかったという話です。なんかパスタの硬さかな、それが僕の好みに合ってましたね。まあ、意外と料理屋さんっていうのはあるんですけれどもね、フェリーで行く方はここもちょっと寄ってみてはいかがでしょうか。お土産屋さんの横にあります。そしてこれはフェリーターミナルの近くにあるんですけれども、海産物の自動販売機ですね。奥尻島はあのいろいろ取れるんですが、島の人たちはね魚をもらうものだと思っているようでね、島に魚屋さんっていうのはないんですね。だから観光客の方とかが買って帰りたいなっていう時に、まあ、どこで買えばいいのかわからないというところでこういう自販機が設置されたのだと言います。まあ、いろいろ売ってますよ。そしてこれは奥尻の町にあります食堂なんですけれども、醤油ラーメンと半チャーハンセットなんですけど、半チャーハンの量ではないかなっていう、普通にチャーハン1個出てきたなって感じなんですけれども、これで1000円ぐらいですから、もちろんあのさっきのパスタのとことかね、ここにもありましたけどウニの料理、そういうのは結構多かったですが、だいたい3000円ぐらいはしてたかな。奥尻といえばウニという感じでですね、まあ、奥尻のキャラクターはこういったウニ丸というキャラクターがいるんですけれども、結構グッズになっていて、僕もお土産で買って帰ったのはウニ丸クッキーとかね、あとお土産屋さんで人気なのはウニ丸のかぶり物とかキーホルダー、そういうのも結構売れてるらしいですよ。そしてこのウニなんですけれども、これね町の街灯なんですけど、奥尻の町の街灯がウニの形になってるんですよね。これ見た時はびっくりしましたけど、まあパッと見気づかないんですよね、あんまり上を見上げないもんですから。いやでもこれは結構インパクトがあってね、面白いんじゃないかなっていうところで写真を撮ったわけでございます。
そして奥尻島には北海道の最西端となります北老井岬というのもあります。行くのは結構難しいんですけれども、僕が泊まったあの今こことか鴨居脇温泉の近くにあります。ここにはね、なんかオートキャンプ場とかもあるみたいで、キャンプされてる方もちらほらいましたね。ここは僕が行った時は結構風が強かったんで、それだけ注意ですけれども、めちゃくちゃ綺麗な景色が広がっています。またいろんなモニュメントとかもありますんで、いくつかありますから、それも全部巡ってみても面白いかもしれませんし、ここに行った写真撮ってですね、役場とかに持っていきますと到達記念証ももらえます。そしてその北老井岬の近くにあるのは奥尻ワイナリーです。奥尻島ではワインも作っているんですね。このワイナリーの横にはブドウ畑もあるんですけれども、まあ、ワインもね結構いくつか種類があるみたいで、僕は全然わからないですけれども、なんか赤いやつ、白いやつ、フルーティーなやつ、甘いやつ、辛いやつみたいな感じでね、ここに行けば試飲もできますんで、そして地方発送もできますから、ぜひ行ってみてください。で、僕はアルコール飲めますけれども得意じゃないのでね、このアルコールを飛ばしたワイン風味を楽しもうということで、お薬ワインアイスというのを食べました。まあ、これはね結構美味しかったんですけれども、ワインの感じは残しつつですね、まあ、普通にアルコール飛んでますから全然酔うことなくね食べることができました。美味しいブドウアイス、ちょっと大人なブドウアイスみたいな感じですかね。こういうのも売ってますんで、ぜひ行ってみる価値はあるかと思います。そしてフェリーターミナルの近くに戻りましてですね、佐藤食材というお店がございます。ここに結構お薬の、まあ、名物になりそうな、そういうものがあるんですね。それをちょっとご紹介したいと思います。お店の中にも案内書きがあるんですけれども、その名物になりそうな食べ物というのはボラという名前なんですね。一見なんか魚っぽい名前ですけれども、これが全然違いまして、これはねここにも書いてるんですけれども、奥尻を襲った大きな地震がありましたけれども、その時のボランティアの方々、それに振る舞ってたようですね。そこからボランティアのボラを取って名前となったようです。じゃあどんなものなのかというと、こちら普通に美味しそうなパフェですね。一番下はコーヒーゼリーだったかなと思いますけれども、まあ、こんな感じのものをねボラと呼んでいるんですね。でもこれ結構美味しかったんで、まあ、見た目でわかりますよね。まあ、これがねフェリーターミナルの近くにありますから、まあ、到着した際とか帰る時とかでもね、ぜひ一度味わってみてはいかがでしょうか。そしてこれは奥尻の、まあ、象徴ともいえるですね、鍋つる岩ですね。これは奥尻市街の近くにあるんで、まあ頑張れば歩いても行けるかな。結構ね見学客も多かったです。こんな感じで奥尻島、結構自然が豊かでですね、まあ、なおかつ美味しいもの、珍しいもの、いろいろありますから、結構サイクリングとかそういったので訪れてる方もいらっしゃいました。自分にとってもね結構いい体験になりましたんで、皆さんもぜひ行ってみてはいかがでしょうか。ということで、この動画はこの辺で終わりにしたいと思います。ぜひチャンネル登録などもお願いいたします。というわけで、ありがとうございました。